ガーシー氏、検討する帰国し陳謝期限の27日までに判断立花党首は1日だけ帰国を提案参院は22日本会議で昨年7月の初当選から一度も国会に登院していない NHK 党のガーシー、東谷義和参院議員に対して議場での陳謝とする懲罰処分を与野党の賛成多数で可決した。 ガーシーシ氏は欠席し、登壇して陳謝文を読み上げる規則は履行されず、尾辻秀久参院議長はガーシー氏に対し、次回の参院本会議出席を命じ、27日までに可否を明示するよう文書で通告した、応じない場合は懲罰委員会に再度付託され、最も重く議員の身分を失う除名処分の検討に入る見込みだ。 懲罰処分の決定を受けたガーシー氏は滞在中のアラブ首長国連邦 UAE、から政治家にしがみつく気持ちはないが、ここで除名されることは選挙で自分に投票してくれた人たちに申し訳ないなどと秘書に連絡した上で、帰国して、議場での陳謝に応じることを検討するとした。 帰国して登院するかににについては最終的に27日の期限までに判断するとし、ている NHK 党の立花孝志党首は、1日だけでもピンポイントで来て突然、国会に現れるシナリオを考えていると一時帰国して除名回避する作戦を明かし、除名されるまでに、むしろ来る確率の方が高いとしたがシナリオ通りとなるか。 今後の動向は不透明だ参院は、採決を前に同党の浜田総参院議員が言った弁明を皮切りに、野次と土豪が飛び交う、劇場、とかした。立憲民主党の斉藤義孝参院国対委員長の1回で除名もやむなし、発言について、私は立法府に身を置くものとして。 国会に登院しないという理由での除名という洗礼にないことを行うのであれば、立法を先にすべきと考える。斎藤議員は国会議員としての資質を欠いてると批判した。これに対して与野党席から、弁明に関係がない、何を言っているのかわからない、などのやじが止まらず、尾辻議長も弁明の範囲内で答えるように、と再三、警告したが、 浜田氏は、聞こえてました。言っている内容としては弁明とつながっている。弁明の内容と私の立場としては特に問題ないと続行した。急きょ、与野党の議員運営委員が登壇し、弁明を続ける浜田氏の横で、不穏当な発言として異例の協議を行う異様な事態となった。 議院員の立民、森本新司理事は、ガーシー議員の代読であったのか、ところどころに浜田議員が主語を渡しは、ということで個人の発言もあった、代読という権限を逸脱しているとし、浜田氏にも処分が下される可能性も高まっている、1日だけ帰国、形式的に陳謝を終わらせ、不逮捕特権のあるうちに、すぐにドバイへ帰るつもりでしょうか。 その後はまた欠席を続けるとか許されないですよ。この人たちは陳謝の意味は理解ししているのでしょうか。深く反省し、今後は同じことを二度と繰り返さないと国民の前で約束することです。今までもありえない主張をしてきた党なので、念のため、陳謝文に今後は国会にしっかりと出席し。 この約束を違えた折には、いつでも除名処分を受け入れますなどの文言を追加すべきだと思います。前代未聞の非常識な議員にいつまでも国民や国会が振り回されることを非常に腹立たしく思います。陳謝をしておいて、国会や国民を裏切るような行動をとり、除名となった際には、これまでに支払われた分の歳費の回収をお願いします。 1>, 1日だけなどと国民をなめきったような発言をしている党にも大いに問題ありですから除名の際はこちらにもペナルティが必要です。